はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は激戦の結末、長崎水戸のゲームですけどもね、いやーねっちゅうゲームですね。正直ね、どう評価したらいいかっていうゲームで、まあ、多くのサポーターがこの日も、来ておられましたけど、もう、まあ、試合後サポーターもですけどもね、まあ、これからこれからみたいなね、大丈夫大丈夫みたいな表情でしたけども、しかしまあ個人的にはこの、ね、結果はどうなんだというところにもなってきますし、まあ、あとはだから試合後の中村敬太選手のインタビューで若干の違和感があったんで、その辺の話とかもやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まず試合結果からいきましょうかね。水戸長崎3対3ということで、まあ激戦のドロー、まあ最高で2点差かな、最多で2点差ついたゲームでございました。でこの試合グテル選手がまあ先発デビューということでございました。まあセンターバック最初は右に入ってて、で途中で左に行ってまた右に行ってみたいな、ちょっとポジションチェンジが何回かありましたけれども、でそのさっき言った試合後のね、中村敬太選手の気になるインタビューのところで言うとね、自分たちはこうしっかり後ろからねビュートアップをやっていこうということでこの試合臨んだという話をされていましたけども、まあやっぱ長崎はね、やっぱこうビュートアップっていうところがなかなか落とし込めていなくて、まあ、正直ね、もちろん後ろからしっかり、ね、カリレ監督はつないでいきたいんでしょうけども、まあ割とこのチームはもうルーズに、まあ、前線ファンマ選手もいますんで、まあそんな こだわらずやっていった方がいいのかなっていうのがあって、でこの試合もだから結構高い位置でボールをね奪われてしまうみたいなシーンがありましたよね。こうね後ろからつなぐんだけれども、結局ね高い位置でボール奪われてしまってみたいなところがあるんで、で特に今日センターバックグティエルス選手がね、初先発、まだ合流して、ね、数日の選手なんですけども、でいきなりそこでビルドアップからしっかりやっていこうみたいなとこをやっぱ狙っていくとね、やっぱそれはカリレ監督が本来やりたいサッカーなんでしょうけども、やっぱ難しさは出るかなっていうのは感じました。ちょっとグティエルス選手と周りの、ね、選手の、呼吸というか、もちろんそこが、ね、いきなりこうバチクサうわけはないんですけども、若干こうねというのがあったんで、まあ、そこはだから、ね、試合後中村選手が言ってた、ね、ビルドアップのところ、まあ、課題っちゃ課題だし、ね、このやり方でやっていくのであれば、まあまだまだだなっていうのは感じますが、まあやっぱ長崎はもう自分たちでボール持つよりもね、やっぱ相手にボール持たせてやった方がね勝率は高まんじゃないかって本音のところで思うんですけども、まあちょっとその辺は気にはなりましたけどもね。ってことで、まあこの試合ですけども、まあ、試合前半から、ね、両者ゴールに、迫る展開でしたね。まあ、とテンションが高いゲームってあこういうことを言うよねっていうところになってきますけども、まあ、結果としてはですけど、水戸が前半15分まで今2点リードする展開ではありました。まあ、でも逆に長崎も、ね、前半からチャンスはしっかり作っていたんで、まあ、逆に長崎が 2-0 の展開になっていってもおかしくはなかったかなっていう、まあ、それぐらい試合の入りとしては両者は、ね、やっぱこう前がかりになってテンションが高いというところでしたよね。だからこうね両者シュートで終わるみたいなシーンが多かった。まあだから両者その前半15分ですね、両者前半15分までに、まあ、5本ずつシュートを打ち合う、なかなかないですよね。この前半15分までにね両チーム5本ずつシュートを打つみたいなことってなかなか、少ないんですけど、もうね珍しいシーンにはなりましたけれども、それぐらい両者試合の入りは、ね、ハイテンションだったというところだってきますけども、でまあセットプレーのとこはね、まあ、仕方ない部分が多いかな。まあファールで止めたシーンになってきますけども、まあそこねもうファールで止めるしかないみたいなシーンだったんで、まあ理想を言うとね、ああいうシーン、まあ、ファールで止めなくてもいいのが一番いいんですけれども、しかしまあそれはしょうがないということでね、まあ、そこでセットプレーから失点で、それよりも気になったのは、まあ、ヨレナ選手が倒されて、まあ、そこから失点になったシーンにはなってきますけれども、あれはまあノーファールでしょうね。あれでファールはちょっと厳しいかな、特にまあ現代サッカーというか、ね、J リーグの笛の基準で考えていくと、まあ、あのヨレナ選手が倒されて失点につながったシーンに関してはまあノーファールで妥当じゃないかという感じが、個人的にはしておりますが、ただこの試合に関してはちょっと主審のジャッジでおやって思うことが、何回かありましたね。明らかにこうミトボールのスローインになるはずがみたいなところが長崎ボールの、スローインになったりとか、若干主審のジャッジは正直気になるところはあったんですけども、しかしまあ米田選手が倒されたシーンに関してはですけどもね、まあ妥当、まあ、10人中7人ぐらいは、ね、ノーファールで、流すんじゃなかろうか、まあ、特に J1 というところを考え
考えた時にはですけどもね、本当に自分たちが来年 J1 でやっていくのであればね、あそこはしっかり、耐えないといけないし、特にもう J1 なんてね、 J1 の主審のジャッジで言うとあれば10人中9人ぐらいがねノーファウルと僕は、言うと思うんですよね。ということで、まあそこは米田選手に、耐えてほしかったシーンですね。で、その後中村選手の復帰後初ゴールで、1点返すと、まああのゴール美しかったですね。その前の海保選手のあれも若干ハンド感はあったんですけど、ハンドかなっていう感じもあったんですけども、まあまあまあというところで、まあ、中村選手のゴールで1点返して、まあ、前半1点差で折り返すということで、でちょっとね、やっぱマルコス選手の気になるところがやっぱ1点あって、毎回ちょっと思っていたんですけども、やっぱボール受ける位置が低いかなって、多分これ本人のプレースタイルなのかなって、多分ね、やっぱ選手と同じサイドハーフの選手でもいろんな、タイプの選手がいますし、まあ、もしかしたら本人のプレースタイルっていうよりも、もしかしたら監督からの、まあ、指示とかも考えられるんですけれども、結構やっぱ低い位置からボール受けて、そこから運んでいくみたいなことが多いですよね。こうね、高い位置でボール受けて、そこからね、深いところで1対1を、仕掛けていくみたいなシーンはあんまりこうマルコス選手ないですよね。どちらかというとセンターサークルの脇のところでボール受けて、そこから前進していくみたいなことが多いんで、まあ、これは本人のプレースタイルなのかちょっと分かりませんけどもね。ただよくサッカー選手で言われるのが、やっぱこうボール運ぶことで、まあ、体力使ってしまって最後のところ、クオリティが落ちるみたいな話ってこれ結構聞くんですよね。だからなかなか難しい。サッカーってやっぱ動きすぎても良くないということ、やっぱこうサッカーなんかこう、ね、走らない選手はダメだみたいなね、こうでよく言われるんですけど もう走ることが全てでもないんでね。でマルコス選手確かにこう剥がせるんですよね。この選手ね、低い位置でボール受けてもね、それこそね1枚2枚剥がせるんで通用はしてますよね。低い位置でボール受けてそこから前進することはできているんで、まあ、これはこれで、まあ、確かに大きな武器だよねっていうのは思うんですけども、しかしまあちょっと低すぎるか、低すぎるっていうか、まあこれが本人のやりたいサッカーというかね、これで問題なければいいと思うんですけども、だからこう最後のところでこういいクロスがなかなか入らないのかなとか、なんかそこでねボール運ぶことで体力使い切ってしまっていないかなっていうのは若干まあ気にはなるかな。まあたださっきも言ったとおり、まあ十分ねこれ運ぶこともできてるし、剥がせることもまあできているからいいのかなっていう感じがしておりますけども、それはちょっと気になるというか、まあちょっと思ったところにはできますけどもね、別に悪いということではないですけどもね。で J2 専門チャンネル、そしてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願いいたします。 A3 失点目はスローインからの失点ということでしたね。まあそこもだから寺沼選手がいいポストプレーというかね、この後話しますけれども、長崎の屈強なディフェンダー相手にあそこであんだけ、体張ることができるんでね、やっぱこの選手は物が違えなというのは、感じました。でそこからの流れでまあ失点ということで、まあ、あの3失点目はいろんな意味でちょっとね、いろんなことを思うところには、なってきました。まあ、水戸もですけども、まあ、粘り強いチームですし、まあ、3失点、まあ、3点取っておかしくないみたいなチームですけども、しかしまあ現状の力関係とか、まあ、目指すものとかいろいろ考えた時にはこの、ね、3点目っていうのはやっぱりあってはいけないかなっていうのは正直、まあ、長崎を応援する立場からしたらですけどもね、思うところありますし、たださっきも言ったとえば水戸自体はね、オフェンス面でこう最後のところ力出してきますし、まあ、このオフェンス面もしっかり攻撃のところもですけどもね、設計されたものがあります。狙いもしっかりしていたんで強いっちゃ強いんだけども、じゃあ長崎が本当これから J1 とか、目指していく中でこのスローイン、まあリスタートですよね、からの失点、まあそのね、この試合セットプレーからもね、セットプレーか、からも失点していますんで、まあ、スローインとか、セットプレーとかこう一旦ゲームが止まったとこからの、まあ、失点が2回、ついていますんで、そこはちょっとね考えないといけないのかなというのは感じますよね。でも3点目入ってなかなかこれ厳しいんじゃないかっていうところですけどもね、しかしまあそこからで中村選手、松田選手が意地を見せてくれましたね。中村啓太選手、まあ、途中からボランチに入ったんですけどもね、そこからね後ろからも、まあ、運んでっていうか後ろから最後、まあ、周りとのコンビネーションで最後決めきるということで、まあ、中村選手がやっぱこう後ろから運ぶっていうのは長崎の、武器ですよね。てことで、まあ、中村選手、この試合意地の2点目、そして松澤選手はやっぱ物が違うというか読めないですね、あのドリブルっていうか、なんかバタバタした感じがこうするんですけどもね、こうね体がこうね揺れながらっていうかですけどもね、もう、体を大きく見せながらっていうんですかね、あれが結構ね周りからしたら読みづらいんですかね。例えばこう笠薙選手、長崎でいうと笠薙選手みたいにこうね細かいステップでかわすというよりもこうダイナミックな動きでね体を大きく見せながら、かわしていく。で相手の重心もずれるし、こう自分もこうね少しぶれながらもですけどもね、
もう倒れそうになりながらもこう一生懸命、ボールを運ぶということで、あれが結構効いてましたよね。で、まあ、1本ゴールも決めてますし、でこの選手割と周り使うのも上手いですよね。うん、この横パス入れるタイミングとかね、こう、周りの3人目の動きを誘発するとかね、うん、その辺も上手いかな。うん、こう周りを使いながら、前進していく、まあ、この、ね、松田選手はドリブル突破が上手いんですけど、もう決してこう、ね、単独突破だけじゃなくて、周りとこう連携しながら、まあ、最後自分が生きるためのボールの運び方とか、周りの使い方ができてる感じが、しますんで、まあ、そこはですけども、ね、ちょっと松田選手のいいところかなってのは、うん、感じました。まあ、もしかしたら次は先発かもしれませんね、この選手はですけどもね。ってことでございました。で、まあ、結果としてはいいドロー決着、最後三笘後ろ5枚で守ってましたしね。うん、ってことで、まあ、ちょっとね、うん、勝っておきたかったゲームかな、正直ね。うん、ってことで、まあ長崎から言うと2点差追いついたんだけれども、しかしまあ勝ち点的には2を落としたゲームに、なるんじゃなかろうかというゲームでございましたね。はい、ということでこちら、まあ、気になった選手ということで、まあ、名倉選手はちょっと悪い目気にはなりましたかね。ちょっと周りとうまく合ってなかった感じがします。まあ、水戸の守りもうまかったんですけどもね、後半から名倉選手入ったんだけれども、こう何か、ね、変えることができなかったかなって感じがします。ちょっともう一回見直してみないとあれなところも、あるんですけど、もしかしてこう、ね、少なからず得点に関与している可能性も、あるんですけども、しかし、まあ、ちょっと周りとあんまうまく、合ってなかったかなっていうのを感じましたね。で、中山啓太選手に関しては、まあ、トップ下、そして、ボランチとしてですけどもね、これしっかり、活躍してくれましたんで、まあ、本当この選手がこの試合しっかり勝ち点1を、ね、勝ち点1に導いてくれたのかなっていうのを感じます。で、水戸でいうとやっぱ寺沼選手ですね。まあ、さっきも言ったね、長崎のパワーディフェンダー相手にもフィジカルで勝るというところ、見せてくれましたので、まあ、この選手は来年早いところ J1 に、上がってもらいましょうというところになってきますよね。はい、ということで今回以上になりますね。以上、パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録します。その